映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマンディアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about? Movie Watchmen。さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告しつつ、例えば先週マレフィセント表の中で、ああこういうことも言っとけばよかったかな、クライマックスでジェットスクランダーと私が呼んでいるジェットスクランダーガッキーンのシーン、あそこはグッとくるよねっていうようなことを言った、全体としては酷評しながら、なんでグッとくるのかをもうちょっと考えてみるならば、そもそもマレフィセントは信じていた愛していた男にほとんどもう、言ってればレイプのメタファー的なひどい目にあって、そしてそれ以来人が変わってしまった、子供にさえ呪いをかけるような、要するに幸せな家庭なんかすで呪いをかけてたのが、あのジェットスクランダーのあの瞬間に尊厳をね取り戻す瞬間でもあるからグッとくるんであると。なのであの瞬間で手前であの悪役側がね、ちょっと下腹のあたりを剣でつくような感じの、要は革新犯的なちょっと角度っていうかね、そうかと思いきやガーンってこう、復活っていうのがグッとくるんだけど、まあもろもろね、あの国境の、例えばそこ演出しためが少ないとかは間違ってねえんじゃねえかなということを一週間ずっと考えてたりもする映画評論コーナーです。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシーを回して決まったこの映画、思い出のマーニー。仮暮らしのアリエッティで長編監督デビューした米林弘正監督の劇場長編第2作、原作はジョーン・G・ロビンソンさん、1967年に発表したイギリスの児童文学。舞台をイギリスのノーフォークから北海道に置き換え、苦悩を抱えて生きる少女アンナと謎の少女マーニーとのひと夏の出会いを描く。声の出演は高槻沙羅、有村架純などということでございます。スタジオジブリがもう制作からはもうやめますなんてこと言ってるんで、ある意味これが、新作としては最終作になるかもしれないという一作でございます。この映画もう見たよ、思い出の前に見ましたというリスナーの皆様、またの名をウォッチメンからの監視報告いただいております。ありがとうございます。メールの量はやっぱさすが多いですね、やっぱね。ジブリ作品ということで、賛否が分かれたりすることが多いですが、注目度も高い。感想は、賛否で言うと、3、褒めてる人が4割、非、否定的な意見が6割ということになります。3の主な意見は、孤独で心の内側に閉じこもっている主人公の姿が今までのジブリアニメの主人公とは違って新しい、とか背景美術や主題歌、今流れておりますね、プリシア・アーンですかね、3ですかね、主題歌が美しいなどなど。対して、非、否定的な意見の方は、画面は美しいのに、お話がガタガタ。途中現実なのか空想の場面なのか分からず混乱するところがあった。何でもかんでもセリフで説明しすぎ。演出も平板、などなど、そういうようなご意見でございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。こっちから行きますかね。ラジオネームライオンさん。いきなり感想が来てます。よかった!初メールです。ジブリに名作惜しいとは思いつつ、あの絵柄と雰囲気が好きになれずハマれなかったけど、なぜか予告編に見入られジブリ初鑑賞しました。あ、そうなんですね。要するにジブリのことあんまり知らずに、古き良き時代のファンタジーと思いきや、現代特有の心の乾いたような描写に始まり、主人公が抱える苦悩が描かれるたびに胸が痛くなるばかり。一夏の経験で、少年、が大人になるおなじみの物語を少女を主人公に描くあたりも今っぽさを感じたと。心の痛みは後半で語られるマーニーの秘密のあたりでピークに達し、悲しくてやりきれなくなった。天真爛漫なマーニーには幸せな人生を歩んでほしい。やめてくれ、誰かマーニーを助けてやってくれと叫びながら走り出したくなった俺38歳、というね、アナ雪が今年マイベストと思いましたが、わずか数ヶ月で並ぶ勢いです。新生ジブリいい原作買いましたというね、非常に気に入っている方のメール。一方ダメだったという方、ラジオネーム、ヒゲ33さん、まだ感想がまとまっていないのでとりあえずの感想です。監督の前作でも感じたが、雰囲気を作るのはうまいと思うものの、ドラマ特に葛藤の置き方がうまくないように思った。その話とこの話は別ではないかということがいくつか感じられるのだ。宮崎駿イズムや高畑勲の、圧倒がない分、繊細さは確かにあるような気がする。ほんの少しの動きがいい。ただせっかくの積み上げがあるのに言葉で説明してしまう部分が多いのも少し残念。もっと言えば個人的には論理的な説明などなくてもよかった。謎解きの部分ですからね。確かにお話自体はいい。でも過剰な説明はむしろ納得より疑問を出してる気がする。やっぱりこの話おかしくない?とか、ミスリードがただのミスリードじゃないかなどと考えてしまう。というね。絵描きのおばあさんの件も、国立小坂と見た説明が2段階ある退屈さを感じたということでございます。
ございます。はい、といったあたり皆さんありがとうございました。メール、私思い出のマーニー、日本橋、東方シネマズとパルトで見てまいりました。両方とも結構入ってましたね。行ってみましょうかね。はい、ということで、監督のその、米林、広明さん。ね。広正さん。まあ、その、仮暮らしのアリエッティ、2010年にありましたけど、アリエッティはですね、シネマハズラ時代にサイコロ当たんなかったせいもあってというべきか、私の不勉強というべきかですね、正直に言うと僕、今の今まで見てなかったです。なので、このタイミングで、まあ、見直してみたんですよ。そしたらですね、なんか当時いろんな評判を聞いて勝手にちょっと、なんていうんですかね、ハードルがこっちで下がっていたというかですね、いろいろ批判的な意見も聞いたので、下がっていた結果、今見直してみたら、結構面白いじゃんっていう感じです。特に前半、アリエッティが家にこう忍び込む、要するに小人視点で見た、人間の世界みたいなのは、結構、いろいろなディテールも含めてストレートにワクワクさせられたりとか、楽しいじゃんみたいな。まあ、軽い感じね。あとまあ、そっから、要は、実は見られてたっていう関係性から始まるちょっとまあ変則ラブストーリー。なんかそこの、なんていうんですかね、そこはかとないエロティシズムっていうか、なんかその、そこが、なんかその宮崎駿作品ともちょっと違う、ハイティーンラブストーリーとして、ちょっとエロい、その生々しさも含めて、あ、これはやっぱいいとこなんじゃないみたいな。結構嫌いじゃなかったです。まあ、あえて言えば多くの人が当時指摘してて、ああ、そうだよなと思ったのは、まあ、悪役の描き方があまりに平凡じゃないかとかね、みたいなのあるかもしれませんが、とはいえこれそもそもまあ宮崎駿さんのまあ脚本でもあり、そもそも宮崎駿さんが監督で進んでた企画でもありというのを、まあジブリおなじみのまあね、敏腕プロデューサー鈴木敏夫さんがまあ若い力を育てないといけないということも含めて、まあアニメーターとして非常に優秀だった、米林さんを、まあ、こう指名してというか。で、米林さんはその当時その、まあ、要は与えられた素材を、その、持てる力を尽くして、まあ、料理したという立場なわけですから、ということですね。だから、話上おかしいとことかっていうのは、まあ、それは、早尾に言えっていう話なんだと思うんだけど、で、まあ、でもね、その意味では、じゃあ今回は、宮崎駿、高田久夫が関わっていない初のジブリ作品です、みたいなこと言ってますけど、でもね、今回も実はそんなようなもんだよねって思うんですよね。そもそもの原作は、宮崎駿さんの、まあ、フェイバリットの、その、イギリスの児童文学で、まあ、要は宮崎駿さんが岩波新書から出している、本の扉っていう、岩波少年文庫に入っている、まあ、本の中でおすすめの作品を語るという、で、その中で50冊チョイスしている。その中に思い出のマーニーも、まあ、入ってるぐらいで、まあ、1967年のイギリス児童文学。まあ、ちなみにいつも、特に宮崎さんですけど、ジブリって作品の素材選びが、まず独特だよね。そこから持ってくるかっていうのが多い。まあ、そこも、まあ、良くも悪くもというところだと思うんですが。で、その、米林さん側に、まあ、アリエッティについて、まあ、監督としてやり残したことがあるなんてインタビューでおっしゃってますけど、まあ、2作目に対する意思はあったのも確かなようだけど、ただそのこの原作でマーニーでどうだって押したのは、まあ、鈴木敏夫プロデューサーだし、で、それ以外の企画も別にあったわけではなく、で、なおかつ、米林さんはこの原作を読んで、大変感動はしたけれども、これは映像化には向いてないだろうって言って、一度は誇示したって言うんですよね。これが、なんていうの？リアルタイムの公式インタビューとかで普通にこういう発言が入ってたりするのはこれジブリのフェアなところだなって思ったりしますけど、誇示した。なんだけど鈴木プロデューサーが、いや、これしかないでしょうってことで押されて、まあやったってことなんですよね。で、なおかつ、宮崎駿さんも、この企画、まあ、マニーやるんだ、乗り気で、まあ、出来上がった作品に反映はされてないけど、うん、例えばこういう舞台でやったらどうかな、とか言って、こう、ぐいぐい持ってきたりとかですね、したと。で、ちなみにその宮崎駿さんが出した、こう、その舞台の時代設定とか込みで、僕は、ああ、そうだよね、っていうふうに思ったりしたことが、ちょっとそれ後ほど言いますね。つまりですね、米林監督はですね、与えられた素材を料理するという立場という点に関しては、実はやっぱ仮暮らしのアリエッティからそんなに変わってないというか、引き続きって感じじゃないっていうふうには思ったりします。ただしまあもちろんその素材を料理する料理人としての裁量の幅は今回より大きく広がっているでしょうし、まあ例えば宮崎さんの提案とかは全然入ってないとか、またそこにこそ、まあ素材をどう料理するかっていうところにこそ、まあ米林さんのモチベーションというのはきっと、要するに監督としてやり残したことっていうのを入れたいっていうのはあったんでしょうからと。で、まあ、その結果どうだったかっていうと、まあちょっと結構結論から言いますけど、まず言っておきたいのはですね、この後僕が何を言おうとも、後の方でね、何を言おうとも、大筋で僕は決して悪い作品じゃないと思います。っていうかむしろ、いい作品ではあるんです。その証拠に僕は特に、2度目の鑑賞時に、きっちり3度投げましたから、きっちり3度投げました。
ただ2度目のっていうところもちょっと気にしといてください。例えばですね、お話自体、まあ、この根本のですね、思い出のマーニーという話自体、まあ、その子供の成長そのものがテーマであるような、ジュブナイルものとして、僕はしごく真っ当な話だなというふうに思ってます。今日全体的にネタバレにならないであろうと私が勝手に思っている範囲で大雑把に、話していきます。大雑把にそのテーマ的なまとめるならば、こういうことですよね。まあ、成長していく過程でその周囲にとですね、周囲のあり方と自意識の折り合いのつけ方がまあ分からなくなってしまった。また今でもそういう時期あると思いますけど、周囲と自意識の折り合いのつけ方が分からなくなってしまった子供が、講義の、まあ、広い意味で言う対話を通じて、人に、まあこれものすごくざっくり言いますよ。人にはそれぞれ事情があること。で、故に人を許すこと。で、逆に人を許すことを覚えるということはイコール自分も許されること。そしてさらに、てめえ一人で生まれて育ったような顔してたけど、そうじゃなかったと。いろんな人生、いろんな人のいろんな人生の痛みとか断念、あるいは過ちとか後悔、その先にある優しさとか思いやりというその延長線上にあくまで自分の性というのはあったんだということを学び、一歩少しだけ内的にその子供が成長するという、まあこういう話ですよね。で、まあそういう話として、僕が今言ったようなテーマの話として、基本すごく真っ当だし、まあ構造としてですね、ちょっと、映画版の怪獣たちのいるところ、スパイク・ジョンソン、映画版の方ね、映画版の方の怪獣たちのいるところにも近いなと思ったりしました。あといくつか連想した、できる作品はあるんだけど、それはタイトルを上げた時点でネタバレになるのでやめておきますが、と。で、いろんな構造も実はそのさりげなくもよく考えられて組み立てられた。その少なくとも僕が今言ったようなテーマの作品としては実はそのロジカルに組み立てられている作品だというふうに思います。とかですね、原作の小説ではですね、ひたすらこう悪役的にしか扱われないあるキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターをちゃんと、要はさっき言った、その人なりの事情がある人、別に悪人ってわけじゃないっていう風に描き直してたりとか、元より良くなってるじゃんっていうところも多い。脚色、あと脚色上との、ちゃんと省略するところとかも、ここはいいんじゃないかなっていうところもすごく多いですし、あとはですね、そのお話をですね、アニメ映画として、まあ、その料理する手際、要するにアニメ監督としての、米林さんのその手際っていうのも、まあ、非常に繊細で、繊細って印象を持たれる方すごく多いと思うんですけど、計算し尽くされている。まあ、まあ、見事って言っていい部分いっぱいある。例えば、もう僕オープニングが すごいいいなと思ってて、オープニング、まあ、主人公が、ま、公園で、まあ、要するにクラスのね、要するに、写生のクラスなんですかね。まあ、スケッチをしてるわけですよ。公演で。で、そこで、まずですね、この主人公のアンナさんっていうのを、これ原作にない要素として、絵を描く少女っていう風にした、この設定自体、要はその彼女の内面的な屈折を絵的に見せるアイデアとして、非常に、実は何気ないけど、すごく秀逸なアイデアだなっていう風に思ったりするわけです。要はですね、この少女はものすごくいろんなことを考えてはいる。それも、それこそ大人顔負けの精度で考えてるってことが、大人顔負けのうまさの絵でわかるわけですよ。なんだけど、同時にその内面を人に見せるっていうことに激しい抵抗を感じているという、まあ、役柄。それが絵というスケッチブック1個、使い方を見せるだけで表現できちゃってる。なので、この映画全体をですね、彼女がいつどの段階で他の人に絵を見せるのか。いつどの段階で他の人に絵を見られても平気になるのかっていうこと、あるいはどの段階で彼女が絵に色をつけるのか、しかもその色をつける元の道具は誰にもらっ、いつどのタイミングでもらったものでしょうか、などを考えると、その絵の、その彼女の絵の成長具合っていうのがイコール彼女の内面的な葛藤とか成長の初段階っていうのを示してるわけですよ。うまい、何気にこれうまいよっていう部分だと思うんですよね。とかですね。まあそういうふうに、ものすごくセンシティブな、言っちゃえば観客側は無意識にせよ、まあこう、読み取ることが必要とされるような、そういうこう演出こそが今回のその、作品の実は大きな魅力のほとんどを占めていると言ってもいいかもしれないなというふうに思います。オープニングの話に戻ると、そこで公演でまあ、主人公アンナが、まあ要するに非常にこう、自分の中に壁を作っている。もしくはその社会っていうのから阻害しているような風に感じていると、彼女はすごくうまいんだけど人物を後から消すっていう、ちょっとこの病んでる感じのね、要するに彼女の疎外感を表す。で、一方で周りは同級生の女の子はまあ無邪気にキャッキャキャッキャ、まあ半分ふざけながらみたいな感じでスケッチをしているわけですけど、要は彼女の言葉で言う和の内側の人たちね、クラス女子、要するにまあ今自分がいる環境っていうのに疑問も何も抱いていないように見える人たち、というので、このオープニングしばらくの、本当に数十秒ですよ。その彼女たちの
他のクラスメートたちの描き方も実は非常に意味深というか意味が込められてて、まあ、例えば恋バナみたいなもので興じていると、まあ、ここまではまだ普通だけど、恋バナの次映る女子ってか会話がこう聞こえる女子はここすごく重要なんだけど、あの男性教師と、まあ、この話してるわけですよね。男性教師と他の女性とこんなこと話してる。まあ、男性教師が絵を見せてみろって言うと、その、他のね、女生徒は、あの、覗かないでよ、エッチって言うんですよ。僕、その一瞬で、絵を見せろっつって、エッチって、なんかちょっと一瞬違和感をプッって感じるんだけど、その違和感を意識する間もなく、その直後、アンナのところに、まあ、今度は男性教師が寄ってきて、で、その男性教師を撮る、そのカメラアングルが、もう要するに、アンナは座ってるからっていうのもあるんだけど、まあ、見上げるようでもあり、体がぐっとこう、あの、画面いっぱいに映って、要は、すごく圧迫感、なんなら恐怖感が、出てくる。で、絵を見せてみろ、つって、こう、手をギュッとこう差し出してくる。つまり、さっきの、絵を見せろ、エッチっていうやりとりとか、もろもろも含めて、そこには要するに男性教師っていうのが、性的な圧迫感というか、男性に対するある意味、その、この年頃のそのアンナが感じている恐怖感であるみたいなものが、なんとなく暗示されるわけですよ。明らかに。だって、エッチっておかしいじゃないですか。みたいな。普通じゃない。ということ。で、そこでどうするか、アンナは。もう最初、グッつってちょっと怯えたような表情を見せるんだけど、ちょっとだけ頬をあからめてスケッチブックを差し出しかけるわけですよね。ちなみに今回そのいろいろ見たディテールを見た方がいいというのは、あのこのアンナがどこで頬をあからめるかっていうのも前編すごく細かく演出されているので、あのここの ほっぺが赤くなる瞬間もよく見なきゃいけないということだと思います。はい。で、あのまあ、差し出しかけると頬をあからめてですよ。嫌じゃない感じでこう出そうとするわけですよ。つまり彼女は他の女子たちより性的に奥手というよりはむしろより生々しく成長しかけてるってことですよね。で、ちなみにその、ちょっとこうエロティックなというか性的な実は含みがあるなっていうのは、今回その見た方がいいディテールのもう一つのまた要素、あの体の他のキャラクターとアンナが体の接触をどれぐらいするのか、もうあるいは距離感みたいなの、その変化みたいな。で、そこにそこはかたないエロスみたいなのが漂う。これやっぱ、アリエッティと合わせると、米林さんの監督としての実はちょっと持ち味のところなのかもしれないなというふうに思ったりしましたけど、ということだと思います。まあ、とにかく、成長しかけてる。だからこそ、その教師が、まあ、要はね、悪気はなく、その他のことに気を取られて、要するに他の子供に気を取られて、パッと向こうに行ってしまう。結局自分が勇気を出して見せようとしたけど、ふって向こうに行ってしまうと。そうすると彼女は、一瞬でも他人にうかつに自分の心の中を見せかけた。なんならそのことに興奮、ちょっと喜びを覚えかけていた自分を、激しく恥じるという。私は私が嫌いっていう、句になる。つまり、この絵の使い方一個だけで、すごい、こう豊かかつ深いニュアンスがここに入っているということですよね。オープニングだけですよ、これ。オープニング数分の話ですよ、これ。なので、このように、まあ、要は、あの、主人公の、元の原作は小説ですから、しかも主人公の語りでずっと続く話なので、まあ、下手するとずっと主人公が自分の内面をね、説明が多いってありましたけど、そんなことなくてですね、あの、下手するとずっと主人公が言葉で説明しなきゃいけない部分を、映像演出を通してものすごく実は、微細に描いているんだと思います。はい。描こうとしているので、要するにその映像化難しいですよ、これって言ったところを、あの、米林さんは頑張ってやっていると、いうことだと思います。で、あの、まあ、原作だと主人公は自分がもう心の、閉ざしてて、旗から見るとあなたちょっと病気気味よっていうことに、実は主人公自身は気づいていないっていうバランスがあって、これがよりこう、彼女の深刻さであり、切なさみたいなのをこう、際立ててるんだけど、これあくまで、絵で見、だけで見せなきゃいけない場合、それは難しいっていう判断もあったのかなと、いうふうに思ったりします。でですね、まあ、今言ったですね、例えばその主人公が描いているスケッチ、これをどのタイミングで見せるか、いつ色がつくか、あるいは主人公、アンナのどの段階で頬が染まるか、とかですね、あるいは、どのキャラクターとどのぐらい身体接触を取るのを良しとするか、どのぐらいの距離感を良しとするかみたいな、僕が今注目してくださいって言ったポイント以外もですね、例えば、まあ、仮暮らしのアリエッティでもすごい印象的でしたけど、あの、髪留めを印象的に使った髪型演出ね。今回も、アンナが、どこの部分で、まあ、髪留めを使って、髪、おでこをどこの段階で出すか。多分、米林さん的には、おでこを出すイコール、ちょっとこう、成長っていうか、感じなんでしょうね、多分ね。とかですね。あるいは、ま、今回その、美術監督、まあ、実写の現代日本映画を代表する美術監督、まあ、種田洋平さん招いて美術、わざわざ作ってるだけだった、まあ、美術がやっぱ素晴らしくて、特に僕あの、主人公がま、泊まりに行く、あの、おじさんおばさんの家、あの実在感、あの生活感とか、これ本当に素晴らしいなと。
例えば主人公が最初に、その家に行ってですね、玄関に入って、まあ非常になんかこう手作り感あふれるね、まあペンションっぽいっていうかさ、感じの。で、子供たちはもう大人になって出ちゃったのよ、みたいなことを言う。そうするとその後ろに見えるのが、明らかに子供の頃に使っていたものをそのまま置いてると思われる靴箱。で、それぞれ色分けみたいのしてあるわけですよ。で、つまりそれだけ見るだけで、おそらくあの、お父さん、おじさんが自分で手作りしたものでしょうし、色分けしてこうやって置いてあることによって、この夫婦がどうやって子供たちを育ててきたのかもちょっと垣間見える。自分のものは自分で自分のところにしまいなさいみたいな感じの育て方してるんだろうなとかさ、あるいはその近道ね、子供に向けて書いたのと思われる近道、まあこういう形で、あの、安全を医療配慮しながら、様子を見ながら自由にやらせるような、他の夫婦のあの子供を育てる距離感みたいなのがそこだけで見えるみたいなとかね、いや、いいなと思ったりします。はい、ということで、とにかくですね、そういうもろもろを読み取っていく部分にこそ、この作品を見る快楽の大半があるというふうに僕はもう言い切ってしまいたいと思う。で、まあ、米林さん自身も多分そこにモチベーションがある人ということだと思います。だから、パーツパーツ、シーンシーンで見ると素晴らしいシーンがいっぱいあるわけですよ。ちなみにさっき僕が言ったようにですね、僕はきっちり3回泣いたという箇所、ちょっと一応言っとくと、1箇所目はですね、あの、ま、療養のためおじさんおばさんの家に、ま、行きますよっていうその電車の中で、お母さんがあれこれ心配するという件をですね、その主人公アンナの心の声で、ちょっとギョッとするぐらい、お母さんっていうか養母ね、ちょっとギョッとするぐらい突き放した言葉を言うわけですよ。で、そっからタイトルがボーンって出るところで、僕、特に二度目の鑑賞で泣いちゃったんですけど、これは単に、あの、彼女がその後どれだけ変化成長するかを知っている親心。この子があんなに成長するなんて。二箇所目は、まあ、当然と言うべきか、これクライマックスシーンですけど、まあ、主人公アンナが許すということを知るところですね。あと三つ目はね、僕やっぱエンディングですね。これあの、何週間か前の、あの、母世界に一つの彼女の冒頭の方の歌を使うあの演出ともちょっと通じるんですけど、要はずーっとイントロが弾かれてるわけですよ。ずーっとギターのイントロが薄く弾かれて、ただの BGM みたいに見える。で、そこに乗せて、まあエンドクレジットも始まってて、各キャラクターに順繰りに、まあ別れの挨拶というこう段階を踏んでいく。で、イントロがずーっと流れていって、この人とこの風景とお別れというその瞬間から歌が流れ出す。これはもう音楽的に見事な演出ができてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この曲もプリシア・アンサーの主題歌も本当に、あの、英語詞だけど内容も含めて本当素晴らしくて。それもあってですね。あと、これちょっと余談気味になりますけど、風立ちぬの時も言いましたけど、板垣圭一さんの予告編、今回の予告編もやっぱ今回も素晴らしかったですね。ちょっと長尺気味なんだけど、長い尺なんだけど、あの、適度にストーリーの抽象性を保った編集なんですよね。ゆえに、こう、こっちが勝手に、これはきっとこういう話に違いないって、想像を羽ばたかせる余地がすごくある予告編で、でもリズムが気持ちいいみたいな、あの、素晴らしい予告編だと思います。はい。ということで、まぁ、ちょっとこうね、ガーッと褒めてきてましたけど、ただですね、僕がさっきからですね、三度泣いたっていう時に、二度目に見た時ってまあ言いましたけど、これ一応理由がございまして、まあただ単にさっき言ったように、まあ後に起こること知ってるからとか、あといろんな細部が理解できるようになったからっていうだけではなくて、ある巨大な一点、ある巨大な一つの問題を、そこは気にしないようにして見ようと、鼻から強く思い込むようにして、置いといてと思って見るようにしたらよかったっていうことですね。これどういうことかというと、じゃあ逆にそれ抜きではどうなるか、つまり最初に見た時僕どう思ったかっていうと、そのある巨大な一点、ある巨大な問題のせいで正直言って、いや、悪い映画じゃないけど、同時に、ものすごく飲み込みづらい。っていう風に感じたというのは事実でございます。そのある巨大な一点の問題とは何かというと、ね、先ほど言ったそのちょっと悪役的に扱われているかもしれない同級生の信子というね、キャラクターが、最初に出てきた数場面、同級生にはとても見えなかった、おばさんだと思っていたという件ではなく、早い話が、このメインのマーニーというキャラクターを、が思いっきり昔風の金髪白人少女。まあ、一応ハーフであるって設定になってますけど、思いっきり昔風の金髪白人少女にしたこと、つまり原作から連想されるキャラクターまんまにしたことだと思います。それにより僕見てる間はどうしてもこちらの頭の中にあるノイズが生じてしまう。ここが最大にして、もう、あ、これ、という部分だと思いますね。はい。ちょっと本当にネタバレしないように、根本的なネタバレしないように気をつけながら話しますけど、あのさ、
現代のね普通の日本の少女がね北海道いくら北海道、まあ、北海道っていうある種のちょっとこう日本の他の土地の現実からは乖離されたとしたねその北海道の自然の中っていうのはあるにしても舞台選びはいいですよそれはいいんだけどそこでさでも現代の普通の日本の少女が見た目あんな感じの女の子と会ってさでしかもそれがいきなりにネイティブ日本語ペラペラで話しかけてきてさそれに関して何の疑問も持たないっておかしいくないって思いながらやっぱ思うわけですよ。なんでそんなペラペラなのっていうか何人っていう質問が一度も出ないのはやっぱおかしい。まあもちろんアンナちゃんはですね自分がなんでここに来たかとか自分のことをあんまり詮索されたくないという子でもあるっていうのがあるにしてもいやそういうレベルの話じゃねえだろうと少なくとも、三つの質問みたいなのが始まった時に、いや、お前、まずそこ聞けよって思うよね、どうしてもね。で、まあ、こういうのが気になってしょうがないと。で、もちろんそれは、理由はあるんですよ、物語的な理由はね。見た人ならお分かりの通り、そのマーニーというキャラクターに託されたあるミステリー的な仕掛けというか、そういう秘密みたいな、そういうある仕掛けがあって、要はなんで、その、金髪白人少女で、日本語はしペラペラかっていう物語上の理屈はあるんですよ、それはもちろん。なんだけどと、なんだけどと。これ要するに、舞台を60年代末のイギリスから現代日本にそのまんま移してたんだけど、そのマーニーというキャラクターだけ原作イメージまんまにしたため、要はその、そもそもマーニーさんという存在に現実感が、リアリティが全くないことになっちゃってると。でですね、僕人種以上に一番疑問っていうか引っかかるのは、時代感ですね。時代感が、なさっていうか時代感がおかしいだろうっていう件だと思います。それゆえにですね、こういうことになっちゃう。ちょっとネタバレになれないように、それどういうことなのか飛ばして言うけど、とにかくマーニーというキャラクターを昔風の金髪悪人少女のままにしたことで何が起こってるかというと、さっきからネタバレになんないように、ネタバレになんないようにって言うけど、はっきり言って勘のいい人ならもうポスターアート見た時点でわかるわっていうぐらい、ミステリー要素はものすごく弱くなっちゃってる。上に、主人公のね、成長に関わる、つまりテーマそのものに関わる大きな要素。さっき僕が言った、てめえはね、一人で生まれてきたんじゃねえぞっていう件、とも連なる。つまり、マーニーという人の人生、ああいう少女、ああいう女性の人生が確かにそこにはあったんだっていう実在感が、かなり著しく、こう、希薄になってると思いますね。なんかね、現実感がないから、実在感がないから。で、で、後半に行くにつれてですね、物語がちょっと、そもそも物語的にこう複雑になってきて、元の原作小説も分かりづらくなっていくわけです。つまり、現実と幻想がどんどん錯綜していく話なので、特にサイロっていうね、原作だと風車小屋の内部の場面、ごたごたする場面は非常に分かりづらい部分。これまさに米林さんが映像化しづらいですっていうような部分だと思うんですが、その多分ね、マーニーを白人少女、金髪白人少女にあえてしたのは、残したのは、多分そういう難しさを、分かりづらさを、少しでも解消する。つまり、アンナの世界とマーニーの世界っていうのをパッと見、絵的に、パッと見の絵的に差別化することで少しでもこの二重構造を分かりやすくするという意図はあったのではないかなと私は、想像するんですけども、結果的にはそれが逆に別のノイズを増やしてさらに飲み込みづらさを増してるよと。だって、昔風の金髪白人少女はね、それぞれで別個の世界を持ってればいいけど、ボーイフレンドは和彦とか言って、和彦って。あと周りにいるのが、何のどこの何の喉時代な、何誰どれいつこういうのがもう湧いてしまうということでね、ちょっとその辺が本当ノイズがどん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 増えちゃうことになってる。で、僕はこれをですね、すべてうまく解消するには、マーニーをじゃあ日本人に置き換える。やっぱ良かったことそれだけでも足りないと思って、マーニーを日本人に置き換えるだけじゃなくて時代設定をぐっと昔に少なくとも原作小説の1960年代末よりは前にするしかない。これでしか解消されないというふうに思います。例えばそうすれば、金持ちだけど抑圧された人生を歩んできた一見恵まれた立場の美人の人っていうのは、例えばさ、小さなお家のさ、松たか子の女主人、奥さんみたいなさ、ああいうような立場の人みたいな。で、なおかつその背景に戦争みたいな背景も入れ込めるわけだから、そういう方が少なくともより宮崎駿好みにはなるよね。まあ多分その宮崎駿好み感も外したかったっていうのもあるかもしれないですけど、そこがやりたくなかったんだよっていうのもあるかもしれないけどさ。はい。あとはプラスして、やっぱその、イギリスと現代日本の歴史の連続性って、っていうのが違うと。要するに日本っていうのはやっぱり歴史がどん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 断絶してる社会なので、ちょっと前でももう全然違う美続きになっていないかみたいな、ところはやっぱりあるんじゃないかなというふうに思ったりします。まあ、いずれにせよですね、
まあ、細かいとこをさっき言ったように細かいニュアンスとか細かい描写に含まれた意味みたいのを読み取ってなんぼの作品なわけですよ、これは。なのにそうやって読み取っていけばいくほどそのさっきの根本のところで根本のところにあるノイズが気になるっていうことになっちゃってて、これは非常に不幸なバランスだと思うんですよね。逆にね、そのいや別に私マーニー白人でも別に気になんない、別に可愛くていいじゃないっていう程度の大雑把さでこの映画を見てる人は、さっき言った一連の細かい機微のところは逆に読み取ろうとしない人ってことじゃねえのっていうことでうーなっちゃうなというふうに思います。でこれは結局のところ与えられた素材を料理するというね、与えられた素材だからゆえの歪みっていうのがそのまま出ちゃってるっていうこと、もしくはその歪みがより強調されて出ちゃってるっていうことじゃないかな、というふうにちょっと思わざる得ないなというふうに、思います。でもまあ、さっきから言ってるようにですね、その巨大な一点を気にしないようにして見つつ、なおかつ細かいところを読み取っていけばいい映画です間違いなく、とてもいい、悪い映画ではない、絶対に。はい。例えばですよ、先週ゲストに呼びした、まあ、映画評論家、映画史研究家、春日太一さんおっしゃってたね。春日太一さん、なんて言っちゃってました？夏休み映画といえば、ユリでしょ！つって。ね。夏休み映画といえば、ユリ感。これを完全にも踏襲してますから。夏休み映画といえば、ユリの、ある意味その、伝統にも乗っ取ってる。みんな、分かってんなと。素材選び分かってんなっていうことで、まあ、そういう意味では合格 !OK! ってことですし、もうその視点で見たら全然いいじゃないですか。この二人の感じ、ゆり感っていう意味ではさ、全然ありじゃないですか。とかさ、まあ、ここのところのジブリ作品全部そうなんですけど、要は、国民的大ヒット作みたいに扱われると、ちょっと、いや、それにはちょっとね、いびつなとこありますよと、ちょっと説明がいりますよとかさ、ものすごい会場に客入ってる中で見ると、ちょっと気まずい思いをする、ところがあるんだけど、逆にこうね、こう想像してみればいいんですよ。ガラガラの映画館で、誰もこの映画のことね、知らないし、あんま褒めてることも聞かないけど、この映画、俺はわかるぞ、良さ。自分だけの一本を発見したような感じっていう感じにこう入ってけば、間違いなくこういい映画になるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。だから今この瞬間ね、のこの雰囲気っていうのはちょっと違和感あるわけしんないけど、その感じで見に行くんじゃ、といいんじゃないか。まあ、最近のジブリ映画もう全部そうですから、カルト映画ですから。てかジブリ映画全部カルト映画ですから。という感じで見ていただければよろしいんじゃないでしょうか。まあ、今日の私の、もうこの解説というかですね、この辞表が何らかのこう、これからもう入れる前に、まあ、見たりとか、まあ、見返したりという方の、何らかの補助線になればありがたいと思う次第でございます。夏見るのがやっぱ一番いいと思いますかね。皆さんの中にユリ気分が高まっているこの季節、リアルタイムの映画館でぜひぜひウォッチしてください。来週扱う作品を決めるムービーガチャは CM の後。